航空業界を舞台にしたナイスフライト、毎週金23時15分一部地域を除くテレビ朝日系で航空管制官の夏目交代役を演じる阿部亮平は意外にもドラマ初出演、帰国子女役ということで英会話教室に通い直していますというあたり、スノーマンきってのインテリとして知られる勤勉な阿部らしさがにじむドラマ初体験の感想とは。ドラマには初出演なので最初はドッキリかなと笑い、舞台と違って衣装合わせで着る衣装の数が多いことに驚きました。1日で違う話数の撮影がある時には4回くらいお色直しをして、これがドラマの撮影なのかと笑い玉盛り。ゆうたくんは僕にとって自家族の先輩という感覚なので共演できることも嬉しくて、もともとキスマイフット2さんのコンサートや舞台ドリームボーイズベバックにつかせていただくことが多かったんです。一緒にサバイバルゲームに行ったこともありますし、舞台の帰りに焼肉に行った思い出もあります。玉森くんはパイロット役で、僕は航空管制官役なので普段は合わない関係性の職種なんですけど、僕としては玉森くんと同じシーンがあることを信じて楽しみにしています。女性セブン2022年8月18.25日号。